さてアフターテラちゃんのお時間です今日のアフターテラちゃん郵便学者内藤陽介さんです内藤さんよろしくお願いいたします改めて今日は本をね、はい、今度お出しになるので,でいつもですと和服なんですけれども今日は洋装ですそうですね本ができるとちょっと違ったぞという感じであの、はい、こういう格好で来るんですがあの本当はあのチャイナ服でこういうかと思う じゃあせかくださの次回は知らなくて非常に迷ったんですよね常連 <laughs>、ええ、さんの画王のところには知らなくで行ったんですけど一応やっぱり「おはようテラ、ええ、ちゃんは」あのー、はやっぱり。ええ 公共の電波なのであんまり変なことをやったりするとですね叱られるんじゃないかと思って一応、でもちょっと中国っぽいということで日中国交50年ということで出した本なので台湾断交50年なんで私は台湾側に立つということで古吸博物館の白菜のネクタイをちょっと差し色みたいな感じでててきたとといいうこでござ色合いも素敵ですよ、ジャケットとかね中のベストとかですね。 少し隠さないとい目立たないじゃん <laughs> <laughs> こちらなんですけれども、はい、あのすみません、まだちょっと引きずらせていただいちゃってあの、11月20日付で観光なんですが、<え>実はすでに実物できておりまして、<え>あの私が内藤総研というあの、まあ、オンラインサロンみたいな、メルマガみたいなのをやってるんですけれども、うん、そちらであの無料ご登録いただいた方には、ですね<え>登録いただいた方、無料の方も含めて<え>あの、こちらをもうすぐ今、販売してます、ちょっと送料かかっちゃうんですけど<ー>あの、サインしろと言われればサインしますし、はい、あと内藤総研経由でお申し込み いいただいたた。だ方にはここのの作りましたこ、はい、あの現代この表紙をデザインしたのこれ作りましてこれをあのお送りしますであとですねあの内藤総研の本なんですけどまあ無料の方でもあのこの本のあのご購入はす今すぐできるしあのサインもするんですが、まあ、チョコもつけるんですがあの実はあのここでちょっと時間取らせていただいたのはあの毎日あの記事をメールマンで送ってるんですけれども「うん、おはようテラちゃん」の時にお邪魔した時には必ず「あテラちゃん周囲」ということで、はい、今日あの「 話ができな今日もこのあちょっと家帰ってからあの今日の話題の中であの触れられなかったこと何にしようかと選ぶんですけども<い>あの今日の分も必ず「てらちゃん周囲」という形であの記事をアップしますので、はい、ぜひあの「おはよう寺ちゃん」でお付き合いいただいている方にはこの期間にですねまたお試し一月だけでも構いませんので、まあ、まずは無料登録であの無料じゃなくてもできれば有料の方でもあのお付き合いいただければ大変あの。いす。 ありがたいことでございますね何卒 あの日中現在、日中関係し、はい、あの第2部があの来年春に出ますけど、うん、とりあえず第1部ということで、何卒よろしくお願いします、はい、さて、えー、法務大臣は朝、はい、死刑の犯行をして、昼のニュースになるのはそういう時だけという地味な役職だ、まあ、こういうふうに発言した話法務大臣に対して、野党から岸田総理による更迭の要求、閣僚としての資質を問う声が相次いでいます。この動き改めて 内藤さんどうご覧になりますか、うん、だかだらこれね例えば昭和の頃だったら普通の法務大臣のパーティーでスルーされちゃったことでしょうし、うんはい、それほど問題にならなかったのでこの発言自体はやっぱりちょっと揚げ足取りのように僕なんかは印象を受けちゃうんですよ。はいえー、ただまああのー ただ昭和の頃からもうすでに平成の30年挟んで、はい、平成なあの令和の時代になりましたから世の中の感覚がですねやっぱりちょっとこういうあの冗談みたいな軽口を叩くと特にそのか、まあ、我々一般人ならねあのともかくこういうやっぱりある立場のある方が軽口を叩くとそれはもう森喜朗さんの明らかに全体を読めば悲しも悪意を持った話じゃないのは分かるんだけれども宇、はいうん、の目たかの目で、うん、特にその閣僚クラスの政治家っいうのはもう 敵も多いわけですから、はい、やっぱりその辺は面白みがないかもしれないけれども慎重に発言しないといけないということです、うん、もうそういう時代になっちゃったと、えー、残念ながらと。その辺がアップデートできないという人はこの一件で私はあの退陣すべきだと、まあ、退陣させるんであれば別にさ退陣させる要素はいくらでもあるわけですが、はい、この一件を理由にということについては私はちょっと否定的なんですけどね葉梨法務大臣ですが今月9日に開かれた自民党議員のパーティーで法務大臣は、<laughs> 朝死刑の犯行をして昼のニュースになるのはそういう時だけという地味な役職だ旧統一協会の問題に抱きつかれてしまい一生懸命解決に取り組まないといけないということで私の顔もいくらかテレビに出るようになったと発言しましたそして法務省は票とお金に縁がない法務大臣になってもお金は集まらないなかなか票も入らないとも話していたといいますえ話大臣も発言したこと は事実と認めた上で、すでに10日に国会で発言を撤回し、陳謝しています。この発言ですけれども、これはどうでしょう。うん、だからこれはあのまあ残念ながら少なくともその昭和の時代からのその有権者で、特に今あのどうしても組織票ってうと高齢者の方が中心になりますから、だから逆にあの政策も高齢者寄りの政策になっちゃうんですけれども、その時に例えばやっぱりこれは国会我が町のその オラが国の先生がテレビに出るということが選挙運動になっちゃってるわけですよね。はいはい、だから、それでテレビに出るということで出ました。だから、一生懸命やります。いや、テレビに出なくても一生懸命やれんだ。だから。 やっぱり有権者を反映しちゃってるところがあるんで、うん、それがやっぱりその、まあ、アップデートっいう言い方あんまり好きじゃないんですけれども<え>今の時勢にちょっと合わなくなってきているという岸田総理もです、ね、この今回の葉梨法務大臣の発言についてその自らの職責の重さを感じ説明責任を果たしてもらいたいと話し、えー、この葉梨法務大臣の更迭については否定しています。で葉梨大臣でですが10日のの国会で問題発言のうち死刑 は、まあ ハンこ,こだけ、えー、発言については謝罪し撤回しましたが、えー、この法務省がです、ね、お金に縁がないとする発言これは撤回しませんでしたまた国会の参議院法務委員会に先立って話大臣松野官房長官と面会したんですがその時ハンコ発言も取り消さない考えを示していたそうなんですねで本人はこ,の出現だったこれが本当だとするならば本人失言だったという自覚があるのかないのか。いやないです でだから失言だと思ったら最初から言,な言わないでしょうしあ、はい、あの仮に言ったとしても、うん、いや失礼、ちょっと言葉が過ぎましたとかフォローするでしょうからその,、ね、その時点で,、はい、で言わないということは本人はあのいわゆる本人の意識の中ではこれが失言だったという自覚はないと思うんですね、うんはい、でそれから法務省はお金に縁がないという発言なんですけれども大臣の発言だと法務省は票とお金に縁がない。うん ということなんですが、はい、逆に言うと票とお金に縁があっちゃいけないんですよあの法務省っいうのは、はい、じゃあ例えば、ええ、法務省で票とお金に縁ができるってどういうことかとこれはあの悪いケースで考えると、うん、例えばですねあの人権ごろですよね。うん つまり、あのこれかつて我々があの思い出すのはもちろん差別はいけないし、あの,の困ってるマイノリティの人はあの救いの手を社会的な弱者には救いの手を差し伸べなきゃいけない。それはその通りなんですが、ただそれをやるとそれと並行してですね。どうしても副作用というような形で、それを悪用する差別の当たり屋みたいな。連中が必ず出てくるんですよ。残念ながら、それは我々の過去の歴史的な経験でいうと、かつて被差別部落の人たちの差別問題があった時にそこに就くエセ童話という人たち。が 出てきててき、ええ、それが企業にたたかかったりなんかしてで例えばそのこういう言葉を使ってはいけないとそのマニュアルを非常に高額なマニュアルを押し付けたりんか例えばうっかり言った発言をした時にあのそこにその押しかけていって「うん、お前ら知らないよセミナーを受けろ」と言ってあの10万20万と踏んだくったりという、うん、そういった形があるでしょ。で今の,そのまあ人権運動を本当に真面目にやってる人たちの方が多いと思いますがしかしネットの例えばついフェミだとかああいう形で目立ってる連中は何かというと例えば 自分たちの意に沿わない例えばその女性の胸の大きな女性のイラストが描かれていればそれはこれは女性差別だとか、はあ、セクハラだとかって言ってどんどんどんどなりつけて、うん、でその役所だとか駅に抗議して取り下げさせる、うん、で今後こういうことが問題ないようにあの私たちの,そのセミナー聞きなさいとか、うん、あるいはアドバイザーを雇うべきだみたいな形で利権化してるわけ明らかに、ね。うんうん で例えばそういう連中があの例えばほかにもあのマイノリティの人たちの本当の権利をやるんじゃなくてその騒ぐことによって利権化している人たちというのかつてのスドアと同じ構図がいっぱいあるわけですよ、うんで。例えばそういうところで表現規制についても AV 新法というのはこの間問題になりましたけど、はい、あれ実際の女優さんたちが適正なせ法,に法的に決して違法でもないものに自分の意思で出演しているのかぎらず勝手な思い込みで、うん、AV はこれは。 女の人をその敵搾取しているに決まっていると言って、うん、強引にその産業を潰したと、で言ってみれば、実は葉梨大臣っいのは、そちらの動きに賛同しているような人なん、うん、その方がはるかに問題なわけですよね。 だからあの、そういうふうなところであのそういった差別だとか人権だとかって本来守らなきゃいけないものがあの変な差別の当たり屋だとかいかがわしい人権派弁護士鍵囲い付きのいう人たちの暗躍によってこれがお金に変えられたり、うん、あるいはそういう団体が票になったりする実際、アメリカはそういう過激なリベラルの人たちが票を持って議員を送り出してるわけですよ。うん だから法務大臣の仕事というのは表とか金に縁がないのはい、当たり前で、えー、これが縁があるようになった方が問題なんですと。はい あの、そのことは、あの、実はこれを機会に、あの、強調しておかないといけないと思いますね、うん。はい。で、野党は反発強めていてですね、今日の衆議院法務委員会で、え、話大臣を追及する構えです。立憲民主党泉代表、え、話の、お、元でのこの法務の行政、信頼に足るのか、え、任にとどまるのは、ふさ、ふさわしくないと辞任を求めているようです。また、日本共産党小池、え、こ、え、書記局長、え、法務大臣に据えておくことは。 法務行政にとって重大な支障だ本人に辞任する気がないなら総理が罷免するべきだと言っているようです。まあ、今日ももここのの、まあ、国会もですねこのじ 話題で時間が割かれるとということですねですから、はい、例えばその話、まあ、野党が本来追及すべきはですね、はい、あのいや自民党にいっぱい問題あるわけですよ、はい、経済政策に何しても、えー、例えばその増税のことまた言い出したとかね、うん、でそういうところをつけばいいものを、うん、あの枝野さんが 減税を言ったことは間違いだったみたいなこと言っちゃうもんあ、はい、そのあさっての方向向きっぷりですから、えー、全然やっぱり国民に支持を得るような形での国民から理解を得るような形での追及じゃないですよね、はい、で話さんについてもこれだけだこの話だったらこれは多分上げ足取りに行き出ないですよ、少なくともそういうイメージ持たれちゃいますよ。うんはい あのだから例えば、彼については彼がと警察官僚の出身で、はい、あの自白か過去の発言で自白こそあの最大の証拠だみたいな発言をしたとこれはやっぱり今の取り調べの方法で、ねうん、人権の観点から言って問題だと思うんだけれども法務大臣となった今現在その捜査方法とかそういういことどう思ってるんですかと、はい ねはい、その考え撤回しないんですそれは未だに自白こそが最大のあれだと思ってるんですかそれだとしたらあのこれは問題じゃないですかとかそういう方で責めればいいのを、うん、んかこういうですねやっぱりその、まあ、あのちょっとしたことがすぐ失言として広まってしまう風潮もどうだと思いますけれどもそれに乗ってややのややの言って、うん、じゃあこれでこ,ういうこの失言でですよじゃあ あの大臣の首は本当に飛んんだだことってどれだけあるんですか本当に飛ばさなきゃいけない大臣の首が飛んだことないでしょ、ほぼ、えー、でそこに時間を空輸するんだったらそれこそ敵基地反撃能力の話、うん、今日の番組で言いましたけども、はい、あのそれについての議論するなりやるべきこといっぱいあるじゃないですか、うん、あの本当にねだからこれで支持を得られると思ってるというのが絶望的ですよね。うん そして話大臣ですけれども、8月に法務大臣に就任してから、地味な仕事というこの死刑執行の犯行、まだ一度も押してはいません、ちなみにですね、古川前法務大臣、秋葉原通り魔事件で死刑が確定していた加藤智博死刑囚の死刑,死刑,死刑執行をはじめ、加古川七人殺害事件、群馬パチンコ店員連続殺人事件に関わる死刑囚4人の死刑の執行を在任 また死刑を執行した法務大臣として記憶に新しいのがオウム真理教事件で死刑が確定したオウム真理教の教祖朝原翔子、えー、本名松本千鶴尾ら死刑囚十三人の死刑を執行しています、えー、これが上川陽子元法務大臣です、えー、上川元大臣在任中にはこのオウムの幹部の一斉処刑も含め在任中に十六人の死刑を執行しています まあこの数字法務省が死刑執行を公表するようになった1998年11月以降では鳩山国雄氏の13名を抜き最多の死刑のこの執行数と言われています、まあ、ただ上川氏が簡単に死刑執行の犯行をしていたのかというと、まあ、そういうことでは決してなくてオウム真理教の教祖の松本死刑囚のこの死刑を執行するにあたって上川氏は鏡を磨いて磨いて磨いて,磨いて 磨いて磨きき そ慎重にも慎重を重ねた当時の判断の難しさを語っていましたえそしてその刑執行で上川氏が信者らからの報復対象となって上川氏の身に危険が及ぶことも懸念され当時は上川氏は生涯養鶏後対象者となって退任後も SP がつくことになるとまで言われていましたまあこういうふうに考えるとですね死刑執行の犯行を押すのは地味な仕事と言い放った原市法務大臣まあこれは どうかと思うというこういう批判も聞こえてきそうですよね。うんうん、まあ、当然そういう批判はあるでしょうね。はい、やはりあの人、一人の命を、あの犯罪者であってもですね、うん、あの、奪うわけですから、それは慎重にならざるを得ないというのは、これは当然だと思うんですよ。はい、で、ただですね、その一方で、あの、まあ、もちろん、その実際にその犯行をしてサインをするということには慎重になって、簡単ではない。心理的にはやっぱりプレッシャーかかると、それはその通りだと思うんですが、あの、簡単に押せないことも、果たしてどうなのと。うん、要するに。 あの今の法律では死刑が確定したら6ヶ月以内に執行しなきゃいけないと決まってるわけですよ。はいえー、だからもちろん、ね、死刑って1回執行しちゃうとあの取り返しがつかないし賠償もできませんからあのその意味では慎重にやる必要はあると思うんですけれども例えば、ですねあのもう実際現行犯で捕まって、うん、あの犯罪の,その,、まああの事実関係には。あの 疑いいがないとかあるいは例えば長山基準ですか、はい、あのかつての,その,まああの連続殺人事件でその3人以上はもう死刑だよねっていうことが決まって判例になっているのであればでなおかつ3人以上にあの,の犠牲者が出ている重罪であるという,うなことであればこれ本来半年以内に侵行しなきゃいけないものがあの 延々とこうやっぱりこれは非常に慎重だから慎重だからといってそして死刑囚の数がどん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 たまってっちゃってるわけですよ。で溜まってっちゃってるっていう不謹慎な言い方かもしれませんけど、うん、だからそれはやはりあの決められた手続きにのっとって、うん、あの執行すべきものは私は執行すべきだ。ただし、うん 例えばその判決が確定したけれども自分はそのやってないという冤罪を主張している人だとか、はい、あるいは量刑から言って例えば1人とか2人で、あのー、試験になった人となっていない人が別れている時にこれは不当だと言って訴えた人だとかについては慎重さはいるかもしれないですけれども、うん、誰が見てもこの人はそうだよねという人は当然少なからずいるわけですから、うん、その辺についてはやはりまずですね粛々とやっぱり執行すべきじゃないかと。うん、でこれがもちろん重い仕事であるのは 当然なんですが、はい、だからといって簡単に押せないということが 果たしてそのどうなのかというふうにも私は思いますね、はい、でこの死刑制度についてなんですけれども令和元年度にです、ねえー、実施された調査で日本における死刑制度に関しての質問死刑は廃止すべきであると答えた人の割合は9.0%死刑もやむを得ないと答えた人の割合が80.8%だったそうです。ここれれは令和元年度のこの調査なんですが、まあ、この数字だけ見れば、まあ日本 日本は死刑制度については日本人はですね認めているとも取れますよね。うんあの認めてると思います。はい、で私もあの若い頃は、えー、あのやっぱり冤罪事件なんかが、うん、あの話題になった時こともあって、はい、あの死刑にしちゃうと取り返しがつかないよねということで反対どちらかというと反対だったんですけども、はいえー、今はやっぱりですねあの犯罪の中身見ると、うん、これはやっぱり死刑に。うん する以外ないよねと、はい、あのやっぱり社会制度維持するためには必要だよねっていうふうには思いますね。はいえー、でもちろんこの死刑制度について世界でも意見分かれる問題ではあります。えー、この大雑把に見てみると死刑制度賛成派の意見としては命を奪った者は自分の命を持って償って責任を果たすしかない殺人者の生命だけを尊重することになるその死刑廃止は正義人道にかなわないで死刑制度 反対派の意見としては残虐非人道的な刑罰である国家であっても人を殺すことは許されない死刑にせず被害者賠償やえ介護をです、ね、えの悔、ま、い改めるという意味の生活を送らせるべきえという、ま、こういう意見になるようなんですが、ま、もちろんこれら以外にもですね死刑囚が冤罪だった場合どうするかあと死刑制度に犯罪の,この抑止効果が本当にあるのかどうか、ま、こういう議論常 にありますでこれら主に死刑制度反対派の意見ではあるんですけれども、まあ、これ日本において死刑制度今後どうなっていくのかどうすべきなのか、まあ、この辺りですねまあ私はやっぱり廃止は難しいと思いますね、うんはい、でやっぱりあの抑止効果があるのかっていうことなんですけれども、はい、僕はやっぱあると思いますね。うんえー、だかかららやっぱり人殺ししたら死刑になるかもしれなるもれい,とい あのまあ人を殺す、実際に殺そうと思うところで追い込まれたことないですけれども<ー>、でこれはあの昔ですね、子供の頃読んだ、カービン銃。 カービン中ギャング事件という判決を受けて、はい、一,か一審で死刑で、うん、二審で無期になった大沢さんという方の手記が「あのまあ、週刊文春」から連載されてたのをおやの雑誌を拝借して、<あ>あのくすねてこう読んでてそれは後に単行本にもなったんですけれども、うん、その時にそに大沢氏があの言っていたのはやっぱり子供の頃から抑止効果っていうんだとやっぱり教えろって言うんですよ。うん で犯罪者で刑務所に入った人たちっていうのにあの聞いてみると例えば強盗とかレープだとか放火だとかをやって入ってきて、はい、特に強盗とレープですけれども入ってきた連中が。 あのこんななに罪が重いととは思わなかったとほうほうつい軽い気持ちでやっちゃった、うん、ついに欲望に負けてやっちゃったというふうな形で軽い気持ちでやっちゃったというのが非常に多いっていうんですよ、うん、だからその時にやっぱりそのず子供の頃からですねやっぱりおまわりさんに捕まって、うん、あの本当にその罪を犯して捕まって牢屋に行ったらこれ社会復帰難しいし人生終わりだよっていうことはやっぱり、ね 教え込む必要はあると思うんですよね理に触れて学校なんかで話をしてもいい、はい、でもちろんその時に違法捜査があっちゃいけないしそれこそさっきの話、はい、法務大臣みたいにいや自白こそがみたいな、うん、そんな無茶なことはやらないで、うん、ただまあ今の日本だったら基本的にはちゃんとした捜査をやるでしょうから、うん、あのそういった中でですねやっぱりちゃんとした捜査をやってそれでこの人が確実に。 だっってやっぱりあの電車の中で、です何の罪ない人やっぱり5人、10人殺傷したっていう人これ野放しにしておいていいのとその人生かしておいていいのとで例えば一方で,はでもねその死刑になりたくてやったみたいなこともいい、ね、だからその出てきちゃいますから、ね、だからそれが本当にそうなのか、えー、あのそう言ってるだけなのか、はい、本心で、ね、本心言っているのか分からないし、えーうん、で例えばあの被害者の賠償というようなことじゃなくても例えばですねあの本当に誰もがやらなきゃいけないんだけど危険な。 業務をしてももらうううととということもあるとは思うんですが、うんはい、ただ刑罰の選択それこそ選択肢ですよ、うん、あの抑止力と一緒で、はい、あの選択肢として実際に死刑の判決を下すかどうかは別として、うん、本当にやっぱり日本社会に甚大なその衝撃なり危険性を与えた人については、犯罪についてはいや死刑という罪もあってねと発動するかどうかは別としてあるということがやっぱり抑止力には私はなると思いますね。はい、うんはい 以上、アフターテラちゃん、内藤陽介さんでした。内藤さん、ありがとうございました。